神社。今日はこちらはポーク神社。私はチキンソテーです。ではいただきます。ちなみに、あ、ドレッシングちょうだい。小川にやってきました。ここから歩いていきます。高知県阿川郡伊野町小川は山間の小さな集落です。今回はここを出発し、もみの木簡易郵便局まで歩きます。そこから高樽川沿いに歩いていき、清川星神社に参拝、帰りは同じ道を戻る約8キロのコースとなります。向こうの川に沈下橋がかかっているのが見えます。いや、川内樽山橋、ここは高樽川ですね。大川川の支流になります。渓谷ですね。バス停入れ、時刻表がありません。蛇発見しました。こっち見てます。1番シャカ、2番アミダ、5番シャカ、ちょっと読めませんね。地蔵、もみの木山道路開業明治31年か。藤が咲いてました。小川もみの木山の集落まで歩いてきました。いや、渋いですね。毛張り釣り専用区、6月1日から7月14日まで解禁、7月15日5時からだそうです。あそこに見えてる石碑が中内勉、前の高知県知事の顕彰碑ですね。で、ここで川が合流してます。この橋の向こうが簡易郵便局があって、前はそこから折り返したんですが、今回はこちらの道をさらに上流に向かって歩いていきます。西谷橋、なんか花咲いてますね。アゲハチを発見。あー、飛んじゃった。水が流れていて、この場所はとても涼しいです。だいぶ奥まで歩いてきましたけれども、道はちゃんと舗装されてて比較的綺麗です。川沿いですね。
もみの木山の大杉、高知県指定天然物、樹齢およそ500年以上、根元周り 7.05 メロメートル、目通り周囲 6.07 メートル、高さ40メートルあり、樹齢の深さが伺われるそうです。この奥にあるんですね。川の合流点までやってきました。ここに国蔵菩薩あります。はい、ここに吊り橋もありました。そして神社です。参拝します。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんかこんな感じです。はい、本殿。こんな感じですね。割と大きい神社ですね。こちらに拙者があるようです。元来た道を戻ることにしました。まあ戻り道も同じ道ですけど、綺麗な川を眺めながらなんで、それなりに楽しめます。アジサイ咲いてました。早いですね。郵便局まで戻ってきました。スタート地点まで戻ってきました。ここまでで1時間58分 8.02 キロ、標高差175メートルでした。今日は暑い一日でしたけれども、比較的このルートは涼しくて良かったです。いや、川がとても綺麗でしたね。それではまた。